コンビ総和リフラジエイドケンでございますお久しぶりでもないか。今回はこちら、じゃん、ね、ポール・リード・スミス10トップカスタム24、はい、こちらで遊んでいきたいと思います。何をして遊ぶのか、何をして遊ぶかというと、今回こちらね、この下の、一応まあ後で写真を刺しますが、ここの、サドル、ブリッジサドルのこのブロック、サドルブロックっていうんですかね、ここを、交換いたしました。はい、交換いたしましたよ。ね、交換いたしましたので、そのこの交換した微妙な音の違いをね、で遊んでいきたいと思います。で、一応なんで変えたかっていうことに関しては、まあ、ここでは特に言いません。まあ大したあれじゃないんですけど、まあいいか、言っとくか。まあ単純にチューニング精度、チューニングの、安定度を増したかった、増し増ししたかった、ということですよ。まあ別にすごい悪いわけじゃないんですけど、やっぱりそれでもやっぱりこのなんていうの、やっぱり多いけど、このアームを多少使った時に、こうちょっとこうアームダウンした時になんていうんですか、低音源側が特になんですけど、ちょっとまあシャープするっていうかね、音がちょっと上がるので、まあ、ちょっとククってこうアップしないと元に戻らないっていう症状がありますので、まあ、それをなるべくこう完璧に近づけたいじゃないですか、チューニングって。だってなんか気持ち悪いし、ね、なのでここをね変えました。まあだいたいチューニングがおかしくなる問題というのは、やっぱここか、ここのナットのね、このナットの部分が主だと思う。まあそれだけではないですけど、まあ弦のね精度とかもあると思いますけど、まあ基本はその辺が、大体、狂ってくるところだと思うので、ね、でここを変えたんです。で、変えたんですけど、音もね変わるんですよ。やっぱこっち、今回変えたのが、KTS の PR の17っていうものに、変えました。写真はね、どっかこの辺に載せときますね。これからこれになったみたいな、純正から KTS になりましたみたいなのが乗ってたでしょ、乗ってるでしょ今。ということで、一応で音もね変わるんですよ。変わっちゃうので、変わっちゃうって言い方すると悪いみたいだけど、変わるので、その微妙なね違いを、お届けしたいと思いまして、でただね最初に謝っときますね。これを頼んで、まあ某 SH さんで買ったんですけども、一番安いですからね、買いまして、で届くじゃないですか。届いたらやっぱすぐ変えたい、もうすぐ変えたいじゃん。だからもう本当に今回は、そう、環境としてはヤマハの THR-10-2 ね、ヤマハの THR-10-2 のに直でこうつないで、クリーンとドライブで比較してます。でクリーンの音色もドライブの音色も、iPhone を横にポンと置いて、そのまま、ポンってすぐ録音してます。だからもう 2,3 分、2,3 分でパパパパって弾いて、もうすぐ交換しちゃったから、すぐ交換したくても、早くやりたいなと思って、ということで、その、クリーンとドライブのだから短いですけどね、ちょっと違いを、だからヘッドホン推奨ですよ。ヘッドホン推奨で、本当に微妙な違いなんで本当にね微妙な違いで鼻水出ちゃう。で微妙な違いなんで、ヘッドホンでね耳を澄まして、変わってるこれみたいなのをね聞き比べていただければと思います。それではとりあえず今回もいよろずみ。
私の個人的感想、はまああの結論から言うとあの大満足です。大満足でした私、チューニングも精度もあの完璧にはなってないですけど、あとナットだね、だからここのナットね、完璧にはなってないですけども、やはりあの変える前よりもあの良くなったような気がします。あのもちろんこれ結構2012年製で、それなりの期間経ってますので、やっぱある程度溝だとかなんだとかっていうのがね、あの広がったりだとかバリが出たりだとかきっとあったんだと思うんです。あの触った感じじゃ分かんないし、見た感じじゃ私素人なんで分かんないですけど、だその辺はあの改善されて良くなったと、向上したと思います。あのチューニング安定度は向上したと思います。であと音なんですけども、音もあのもともとこいつはね、あの以前あの動画で、お伝えした、マイクロクラック加工、マイクロクラック加工しているので、あのそもそも抜けのいい、音にはもうなってはいるんですけども、それでもやっぱりアンプのセッティングだとか、それはセッティングちゃんとしろよって話になっちゃうのか、まあスタジオとか要は、フルチューブアンプというかね、現場のスタジオの大きな、音で出す時とかは、こうちょっと気をつけないと、低音が、まあ、もたつく傾向にあると。で多分ね、これはあのネットで調べてもポール・リード・スミスあるあるらしいんですよ。要は PRS あるあるらしいんですよ。カスタム24あるあるなのかな、経年とともに、年を重ねるごとにこう低音のもたつきが出てくるみたいな、症状が出るみたいなね、まあ、木の材質のせいなのか、まあちょっとわからないんですけども、まあなんかそれはあるあるらしいんです。でそこがこれも多分ね、これも多分ね、それもちょっと出てたと思うんですよ。そもそもが、2012年でまあ9年前の商品だから、出てもおかしくないもんね。おかしくないので、でちょっとねそれは感じてはいたんですけど、まあ別にそれはそれで。あれだなと思ってたんですけど、まあ、とにかく輪郭がくっきりっていうか、低音側の輪郭がくっきりしたのと、全体的にやっぱブライトな音質になったのは間違いないと思います。多分ヘッドホンで聞けばね、分かると思います。ちょっとやっぱりブライト、全体的に明るめな音になったのと、やっぱり低音が引き締まった、低音が出てないわけじゃないですけど、引き締まった感はありますね。こうシュッと、まあ、どっちがいいってことはないですね。いつものように、片付けるならば、好み。もう完全に、好み。好みでございますので、純正が悪いわけじゃないし、この KTS が悪いわけじゃない。もう誰も悪くないよ。誰も悪くない。まあ、好みとしては私は変えてよかったと思います。非常に好みが、
好みとしてはこっちの方がいいですね。 KTS の PR17 だから同じようなもし、悩みをね、悩みというか同じような指向性の方はお試しあれ、そんなにすごい、まあ、高いか、高いは高いけどそんな、まあそういうことですよとにかくそういうことで微妙な違いね、もし考えてる方がいたらおすすめします、うん、KTS PR17 いいです。おすすめします、はい、ということでお届けはしませんよ、うん、ということで今回は、これで終わりましょう、うん、ご視聴ありがとうございました。そしてチャンネル登録並びに高評価をお願いいたしますよ。いよいよお願いしますね。ということで終わりましょうね。ダラ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 喋ってるともういつまでも喋っちゃうから、ね、すいません。ということで今回はこちらで遊んでみましたね。ということで今回もありがとうございました。それではおしまい、バイバーイ。 Hello!